アイテム番号 SCP-170JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-170JP はセクター8121の3メートル3メートルの標準収容室で真水で満たした水槽に沈めて収容してください。水槽の水が 80% 以下に減少した場合は水を追加してください。 SCP-170JP はセクター8121の地下120メートルの保管室に収容してください。週に一度 SCP-170JP を梱包する布を乾燥したものに交換し灰を清掃してください。 SCP-170JP を研究目的で取り出す場合はレベル4以上の職員の許可を得てください。SCP-170JP はサイト、8181の職員用オフィスに隣接した収容室に、タオルといった布で梱包した上で、乾燥した木材と共に収容してください。SCP-170JP の担当職員には、収容室に隣接するオフィスを割り当てて、木材の燃焼が確認された際に即時対応できるようにしてください。担当職員は週に一度、SCP-170JP を梱包する布を、SCP-170JP に直接接触せずに交換し、室内の灰を清掃してください。灰は可燃物として処分してください。現在、SCP-170JP の収容室からの持ち出しは禁じられています。研究目的で観察を行う場合は、事前にレベル4以上の職員の許可を得て、可能な限り短時間で行ってください。サイト、8181内で発生した事故については原因をすべて記録し、集約してください。事故原因にデモと不明の火が関わる場合は、早急に布の交換を行ってください。また、SCP-170JP の収容室の扉は、停電時でも複数名以上ならば開放可能なものにしてください。担当者の負傷など、SCP-170JP の特別収容プロトコルが実行困難になった場合、レベル1以上の職員であれば収容室への入室と布の交換が許可されます。以上の特別収容プロトコルを金属板に彫刻し、収容室の壁面に2つ以上固定して、入室した職員が容易に特別収容プロトコルを実行できるようにしてください。説明。SCP-170JP は、破裂が露出するように布で梱包された頭蓋骨です。SCP-170JP の特異性は直接触れるもの、あるいは最も近くにある可燃性のものを常温のまま、燃焼したような状態に変化。以下、疑似燃焼と呼称する、させる点にあります。SCP-170JP が可燃性の物体と接している場合は、その物体が必ず疑似燃焼の対象となります。可燃性の物体と接していない場合、SCP-170JP との間にどれほどの距離や不燃性の遮蔽物があろうと、最も近くの可燃性の物体が疑似燃焼の対象となります。そのため、建物に使用される可燃性の建材は消失し、機材も使用不能あるいは故障する恐れがあります。この疑似燃焼とも言うべき現象により、一部職員の衣服が崩壊した電子機器のコンデンサが加熱により破裂し、未保存の電子データが失われた機密室の扉のゴムパッキンが消失し、機密状態が破れた消火器のプラスチック部品が消失し、消火器が暴発した担当職員が直接 SCP-170JP に接触して、全身に第一度の火傷を負った、などの被害が報告されました。当初 SCP-170JP は人里から離れた専用収容施設での収容が行われていました。しかし事故 170JP-B21 による、80メートルの土砂を通り越してエレベーターのプラスチック部品の疑似燃焼の波及や、難燃性防護服を装備した職員の削除済み、など、より詳細な記録については事故ログ 170JP-B21 参照を受けて、担当職員の全滅による疑似燃焼の範囲拡大を回避するため、職員が多く在籍し、
収容違反が生じても比較的被害が少ないと思われるサイト、8181への移送が決定しました。SCP-170-JP が財団の目に留まったのは、県、市の、村にて、誰も火災を目撃していない連続放火事件が超常現象として報告されたことによります。エージェントが調査を行った結果、火が上がっていないにもかかわらず焼け落ちた最初の家屋の敷地にて、SCP-170-JP-1 を発見しました。SCP-170-JP-1 の疑似燃焼反応で倒壊した家屋の下敷きになり、現在入院中の死へのインタビューについては、インタビューログ 170JP-F2 を参照してください。SCP-170JP-1 について財団の解剖学者は、奇形の類人猿の頭蓋骨ではないかと推測しています。一方で、破裂は完全に人間のものであるという意見も出ていますが、詳細は現在も調査中です。なお、SCP-170JP の特性を利用した、可燃物の処分への活用については、現在検討中です。ポイ、対象、市、インタビュアー、エージェントグリフィツ、不起、総合病院にて録音。市は軽度の難聴と認知症を患っており、インタビュー中に何度か聞き返すことがあったが、ログ中では割愛した。録音開始。エージェントグリフィツ、それでは、3、いくつかお話を伺いたいのですが、よろしいですか？し、はいはい。それで何の話だったんかね？エージェントグリフィツ、3の家にあった、あの頭蓋骨、SCP-170-JP-1、についてです。し、ああ、あれね、あれは便利やったね。庭の隅に穴場掘って燃えるゴミと一緒に入れとけば、燃やしてくれるからね。エージェントグリフィツ、燃やしてくれる、し、煙は電子。放っておけばいつでも灰になるしで便利やったよ。まあ、ばあさんはあまりいい顔せんかったがな。エージェントグリフィツ、奥さんは頭蓋骨の用途について、何か言ってませんでしたか、し、もともとはばあさんが嫁入りん時に持ってきたな。確か、なんとかっていう何かの頭だとか言ってたな。本当なら織物を巻きつけて温めるとか。ばあさんは愚痴をこぼしとったが、おいの母ちゃんがゴミ焼きにちょうどいい。って言ってからずっとゴミ焼きさせとるな。エージェントグリフィツ、ゴミ焼きですか？し、ああ。燃えるもんつけときゃ燃やしてくれよるやろ。せやけんゴミ焼き道具で庭の穴にほっといたった。エージェントグリフィツ、それでは、奥さんは来歴については何かおっしゃっていませんでしたか？思い出せる限りで構いません。し、頭っちゅうこつかわからんな。エージェントグリフィツ、頭ですか？し、頭ってコツは何度も聞いとったけど、何の頭かはわからんな。エージェントグリフィツ、それでは、他にあの頭蓋骨について思い出せることがあれば。し、ああ、そういえばばあさんがうちのせがれどもに、母ちゃんは困らせとったら、家具三骨割られるよ、って言うとったな。エージェントグリフィツ、家具さん、割られる、とは一体どういうことですか？し、ばあさんの小言を聞いただけやったけど、何でもばあさんを困らせとると、おいがせがれどもを叩き割るっつうとったな。エージェントグリフィツ、さんが、なぜですか？し、例え話したい。あん頭は父親に叩き割られたとか、そういうコツばい。エージェントグリフィツ、そうですか。ありがとうございました。録音終了。終了報告書、SCP-170-1 について得られたのは、頭、燃えるものを燃やしてくれる。SCP-170 は父親に叩き割られた、ということだけだった。SCP-170-1 は割れていないところを見ると、何らかの例え話だろうか。市の夫人の実家方面について、引き続き調査を行う。